ようございます。先日花園大学の創立記念日に出校してきました。思えば昨年は創立150年で盛大な儀式を行ったのでした。そこで花園大学の卒業生であるソフトバンク社長の宮川淳一さんと公開対談させてもらいました。今年は仏教学の佐々木静香先生がこの度花園大学特別教授にご就任なされましたので、その就任記念で対談をさせてもらいました。本来なら佐々木先生の特別講演をお願いすればいいところですが、大学側が私との対談を企画してくださったのでした。創立記念日には大学で花祭りを行います。私が同志を務めさせてもらってお経をあげ、お釈迦様に乾物して短い法話をさせてもらいました。大学にとって150年を終えて、今年が151年新たな一歩を進める時であり、世の中を見てもコロナ禍という長い3年を経てまた新たな一歩を進める時であるので、これからブッダの教えを胸に刻んでいきましょうと話をしたのでした。その後創立記念の行事を行って、広い教室で佐々木先生と対談したのでした。それが200名を収容できる教室なのですが、いっぱいになってしまい、別の会場でも映像を視聴してもらうというほどの大盛況だったのです。会場となった教室のある校舎は、150年を記念して建て替えた新しいところでした。出来上がったのはコロナ禍の最中でしたので、この教室が満席になるのは初めてだとのことでした。それだけ多くの方が集まってくださっただけでも感動でした。改めて佐々木先生の人気の高さを思いました。対談と言いましても、佐々木先生の特別教授就任記念なので、私がもっぱら聞き手となっていろいろとお話を伺ったのでした。まず特別教授ご就任のお気持ちから伺いました。佐々木先生は33歳で花園大学にお勤めくださるようになって、33年教鞭を取られ、66歳になるまで花園大学にお世話になってきたとおっしゃいました。とてもありがたいと仰せになっていましたが、ありがたいのは大学の方であります。よくぞこの小さな大学にお勤めくださったと感謝するばかりなのです。コロナ禍のことを伺いますと、どうしても先生の動画配信の話題となりました。私も佐々木先生の動画はすべて拝聴して勉強させてもらっています。コロナ禍というのは大変なこともありましたが、良いこともありました。佐々木先生の講義を毎日のように受けることができたのは、私も感謝しているのです。佐々木先生はこの動画を作ることによって、自分が一番勉強になったのだとおっしゃっていました。まず毎朝起きて何を伝えるのかを考えて、資料を探して整理して数枚のフリップにまとめて録画されるとのことです。私はあの短いフリップにまとめるのが実に大変な作業だと思いますというと、佐々木先生はブッダの教えはとても理路整然としているので、長い経典でもそのコアとなるところは何かと考えていくとまとめることができるのだとおっしゃっていました。これがなかなかできることではありません。私などはコアとなるところが見つからずに、いつも周辺ばかりをうろついています。佐々木先生から私の方こそ毎日の配信で大変だろうとおっしゃってくださったのですが、佐々木先生の理路整然としたご講義と違って、私の毎日の気ままな思いを綴っているだけなので、比べ物にはなりませんと申し上げました。そんな私のつまらない配信でも、多くの方から毎日聞いていますとお声をいただきます。
つまらない話でも毎日聞くということが良い習慣になっていることに気がつきました。長いコロナ禍であまり外出できない人とも会えないという中で、毎日聞くという習慣が生きる支えとなっていることが分かりました。人は良い習慣をつけることによって毎日生きられるのです。そこから良き習慣とは、会に他ならないとして、会の話へとつなげました。会、戒めと書きます。会という言葉の意味から佐々木先生にご講義いただきました。会というのは、梵語シーラであり習慣のことだと説明してくださいました。習慣だから良いものもあれば悪いものもあるのです。悪いシーラもあれば良いシーラもあるのです。会というものなんかない方が人は自由になれると思いがちですが、佐々木先生はシーラ、すなわち会がないと人は不自由になるのであり、会こそ人を自由にしてくれるものだと仰せになりました。具体的に例え話で、信号を守るという決まり、習慣があるから安心して道を歩けるというのです。確かに信号がないと、あるいは信号があっても誰も守るという習慣がないと安心して道を歩けません。会を守ることは窮屈なことではなく、私たちは毎日会によって、良い習慣によって守られているのだとお話しくださいました。しかし私たちを悪い方向へと導く習慣もあります。このことに気をつけないといけません。現代において一番気をつけないとならない、私たちを悪い方向へと導くものは、所有欲だと仰せになりました。物を持つと幸せになる。もっと欲しいと思う所有欲こそが現代の私たちを悪い方向へと導くものだというのです。この所有欲が経済活動を支えてきた一面もあります。会場には一般の方々がたくさん見えていましたので、次々と新しい商品を開発して宣伝して買ってもらうように努力されてきた方もいらっしゃると思いました。しかし所有欲は苦しみをもたらします。満足するのはほんの一瞬で、またもっと欲しくなるのです。私は現代の人に悪い影響を与えるのはやはりスマートフォンやインターネットの情報ではないかと申し上げると、佐々木先生はそれは情報を所有したいという所有欲だと教えてくださいました。所有欲は物だけではないのです。次から次へと情報を欲しがるという欲望が人を不幸にしているというのは、なるほどと頷けます。所有は苦しみをもたらすと、知恵を持って観察して欲しがらない自分を目指して生きるのが仏教の道であります。そのために良い習慣をつけるのが戒の根本精神なのです。しかしながら戒というと、そんなものを守るのは無理だとよく言われます。たった5つの誤解ですら保ちがたいのがお互いなのです。戒は守ることも大事ですが、戒を意識することによって戒を守れていない自分を反省することができるのです。この反省する心を残機と言います。残機の心こそ私たちを良い方向へと誘うものなのです。残機の心を持つことが大切だというところで時間になりましたので、本日はこのような場所で佐々木先生と対談させてもらいながら、十分な聞き手になれず残機に耐えませんと言って対談を終えたのでした。1時間の対談の後、さらに休憩を挟んで2人で話をさせてもらいました。これは佐々木先生の提案で、時間のある方には残ってもらって懇談をしようという予定でした。私がその司会をしましょうと打ち合わせていたのです。ところが会場いっぱいの皆様が残ってくださって、あまりにも大勢となって懇談ということは難しくなりました。それで再び佐々木先生と私とで自由に話をさせてもらいました。
かくして2時間近くにわたって佐々木先生からたくさんのお話を拝聴できたのでした。それでは姿勢と呼吸とを整えてまいりましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって、で吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。